さりがこと申します。年齢は25歳です。で職業は野良人間です。つまりあの辺の野良犬も猫も一緒です。好きな仲間です。で唯一違うところは餌のために会社やっています。実際はあのそんなにスタイリングはしてなかったです。あくまで買い物するときこれすごく自分らしいなって思ったものをとりあえず着たら自然にこんなものになりました。で自然界によく見える色、例えばカビ、動物柄とか、で最後にグレーのトーンで同一性を引き出しました。靴もちょっと行きましたよね、あの安全ピン でこのマフラーもずっと昔からこういう穴がいっぱいついてるダメージのあるマフラーを探しましたが市場でなかなかないので、ジュニア渡辺の溝セッターを真ん中からカットしてこんなものになりました。私は基本的におしゃれということを考えるより自分の中で表現したいテーマはあります。例えば自分はよく想像するのは世界の終わりの後で生き残した人間は自然界と旧世界の廃墟の中で法律もルールもなく人間はどんな格好してるとか、そういうのをあのずっと考えていました。つまり言いたいことがある、ビジュアルから伝えたいメッセージがあるのは一番大切なものと思います。で2番目はもともとの変態さ、いわゆる遊び心ですね。キメキメの定番より一つちょっと変わったものを入れて、でそういうものは新しい考え方をオープンしてくれると思います。たくさんの好きなブランドの中で一番神と思っているのはやっぱりジャン・ポール・ゴルチェです。で好きなシステムの服はパンク、テクウェア、あとアバンギャルド、グランジで、いろんなものを混ざって真剣に刺激をくれるフュージョンしたものが好きです。20歳の時に上海に住んでいまして、で上海やっぱり夜の街でクラブカルチャーもとても盛んです。で周りの若い人たちは絶対クラブに行く際にねファッションを気遣いして、で様々なそういうクリエイティブなファッションが見えます。で私もそれに影響され、じゃあこれからも自分の世界観とパーソナリティをファッションから表現し始めました。よくネットで買い物しますのでエッセンスとか使っています。日本の古着屋さんだとカインドルはおすすめです。お母さんがくれたタンプレです。もう年間ずっと大事に使っています。あの理由は家族愛です。ディオールのソバージュです。理由はネットで調べたらソバージュという言葉はフランス語で野生です。あとちょっとイボでセクシーな香りが好きです。自分のブランドをやりながらグラフィックデザイナーもモデルもやっています。去年はラッパーの当時東京シーン秀吉などのアルバムジャケットをデザインしましたが、最近は依頼全然来なくて困っています。あ、結構変わりました。学生の時代やっぱり実用性を第一優先にしています。で今はそんなに実用性がないものでもこれ面白いなって思ったらすぐ買っちゃいます。一番こだわりがあるのはやっぱりヘッドスカーフですね。第一の理由はヘアのスタイリングなんかめんどくさいなって思った時それとっても便利です。で第二はロシアの田舎ババよく使うのバブシカとか中東のヒジャブなど異文化を感じるアイテムとなんか現代的なファッションを合わせるとそういうかっこいい違和感が出てきます。間違いなく自分のブランドが激務ですけど、あとはバレンシアガ新品で買えないですけど、やっぱりそのフューチャー以前のブランドアイデンティティがとても好きです。仕事によって毎回変わりますね。仏教の教えについて勉強することです。この世界の真相を知っていくことです。
僕のリンドシー・オールセンです。で彼女の歌い方がまるで北のヨーロッパの森に住んでる魔女みたいにうめき声で深ぶって感じです。いつもいい次元を連れてくれます。今後の目標は旅してもっと寛容な心を持つ人間になりたいです。で将来の夢は周りのまだ売れてないけどかっこいい子たちをリーダーとしてみんなを一緒にもっといい生活を過ごせるようにって感じです。野菜が大好きです。肉をたくさん食べるとやっぱり毒素溜まりますので、たっぷりの野菜食べたらあの細胞もフラッシュで楽になれます。最近自分のブランドが新しい商品出しましたので携帯ケースですね。で表面は強化したガラスで、デザインは私のオリジナルで自然周期と駐車以前を組み合わせたなんかこういうビジュアルです。すごく最近なんですけど新しいマスクも作りました。こういうヒョウ柄のとなんかシルクの素材使ったマスクです。よろしければブランドゲキュームのインスタグラムをチェックしてお願いします。ちなみに私もグラフィックデザイナーとしてやっていますので、グラフィックのそういうご依頼相談いつでも気軽にどうぞです。